広島は今日74回目の原爆の日を迎えますが、東京都内では平和の祈りを込めた折り鶴を広島に届けようという取り組みが行われています。この取り組みは東京都内にある広島県のアンテナショップタウで今月3日から始まったものです。店舗には1枚100円で折り紙が販売されていて、ここで作られた折り鶴は後日広島市内へと届けられます。届け先は原爆ドームの隣にある高さ55メートルの折り鶴の壁です。ここは来場者が平和の願いを込めて作った折り鶴を投入できるスポットで、近年は観光名所としても多くの人が訪れています。広島県のアンテナショップタウでは今月15日まで折り紙の販売を行っていて、折り紙の売り上げは原爆ドームの保存基金などに寄付されるということです。一方、広島県が運営する SNS 日刊わしらでは広島の風景や出来事を投稿してもらおうという企画を実施します。インターネット上で広島とアルファベットで打ち込み画像検索をすると、原爆が投下された直後の写真が今も多く表示されます。県では SNS を通じて今の広島の様子を国内外に発信したい考えで、アップデート86のハッシュタグをつけて写真を投稿してほしいと呼びかけています。また今回の企画には、原爆投下翌日の広島市内を撮影した写真家を祖父に持つカメラマン岸田哲平さんも参加し、今日の広島市内の様子を随時投稿する予定です。